四日市のパワーを見せられるのか、小乳道くん。迎え撃つ日本一の称号を持っていると言われている小乳道くんとの、この新庄くんとの戦いになります。さあ、お二人、準備の方はよろしいでしょうか。新庄くん、準備はいいかい？ OK。小乳道くん、準備はいいかい？さあ、準備の方が整いました。それでは、参りましょう。e スポーツバトルスタート。まずは1本目、盛り上がっていくぞ。緊張感からの解放です。さあ、メカリが降りてきた。イニシエの力を見せるか。礼に始まり礼に終わる竜、進むのみ。ラウンドワン、さあ、左側がネカリ、右側が竜だ。さあ、近接からまた波動拳、ジャンプをどうかわしていくのかというのが大事。さあ、見込んだ中キック、ロー、ロー。さあ、勝利拳、さあ、投げを打っていくと。さあ、現在竜がちょっとリード。さあ、オペガがどういく、近接接行か。さあ、遠距離から出していく、近接接行。さあ、ここからどうするのネカリ、昇竜拳だ。おお、来た、スリーヒット。さあ、返した。さあ、ゆるはのジャンプをかわして、さあ、行くぞ。ウェイトリガー行くのはどっちだ。さあ、行くぞ。さあ、決めるか、ブロックだ。終わった、画面端から。さあ、どう攻めていく、残りはどっちが行く。さあ、ブロックだ。 OK、 ワン。まずはファーストラウンド、いや、川道距離を取っていくか。さあ、この距離感、どちらが詰めていく。メカリが詰めた。さあ、ネカリが詰めた。あ、カウンター、波動拳だ。さあ、踏みつけから、おお。さあ、行くぞ。まだわからないですからね、ここから相手をどこに追い詰めていくか。さあ、取りが引いた。よいしょ。さあ、立ち上げ。さあ、スリー、さあ、チャンス、スローペン。いや、これはちょっと。さあ、2本目。さあ、ちょっと難しくなってきたぞ。新庄君の本気出した感がありますね。新庄君の本気っぷりがすごいですね。最初この試合に2試合ぐらいはお互い様子を見るのかと思ったんですけれども、全くその動きがないと、様子など見る必要はない、お互いがお互いの手口を分かっているというところで見せていきます。さあ、クラッシュ。さあ、お互いのジャンプのタイミングなども話してます。おーっと、バックジャンプ。さあ、大ヒットだ。パンチパンチ。さあ、ジャンプの手をしっかり測って。波動拳で距離を取って。さあ、ブロック。うわー、波動拳での距離を。緊張からの解放。メイク。礼に始まり礼に終わり、この道を進むのみ。ラウンドワン。さあ、サトが詰めた。ネカリが詰めた。そこを竜があえての波動拳の外す。波動拳で距離を離す。ネカリは近接接近から昇竜拳。さあ、ジャム昇竜。
中東北処理さあ画面の端から真ん中へ、画面の端に詰められると大変難しくなると。さあ波動拳を読み切った。さあ鳥川ひな、さあ波動拳相手の真ん中に読まれているかね、カリ。さあ龍は波動拳で距離を取る。さあ相手の画面の端に詰めたぞね、カリ。行け小龍の拳、抜けた、詰めるか、小龍拳を外せない。龍は波動拳で距離を取る、新庄君は距離を取る、その距離を詰めようとね、カリが中距離から、さあこれでフルトリガーをさあ踏みつけ取れていく。さあ波動拳を取る、さあ距離を取っていくか。そしてここヒット、こちらはリムスリーヒット、距離を取るぞ新庄君の竜。波動拳からさあ投げてきた、おお鳥が引いた。さあ波動拳での距離だ、波動拳で距離を取るぞ。さあスリーヒット、よし、うわこれはどう走った。さあカウンターでいくか、さあジャンプからいくか、カリでカリいった。画面の端真ん中でいくか、でカリが、さあ龍がブロックをしながら波動拳に距離を取る。竜巻旋風逆だ。さあネカリが鳥を引いた、鳥を取るな。波動拳で距離を取る。さあ叩きつけた、画面の端だ、うわーカウンターだー、昇竜拳。さあウィニングラウンドとなるか。さあ小竜拳後がない。さあ小竜拳ここをしっかりと取っていこう。スリーファイブヒット、さあカウンターだ。波動拳怒りの魂を見せてくれ。さあ鳥が引いた、イニシエの力を見せ、うわー波動だ、うわーあったー新庄拳。